見てんだおい1000ポイントいただきやで。皆さんこんにちは、柚月史郎です。はい、今夜もデッドバイデイライトのお時間がやってまいりました。私今回も安定安心のクローデットでやっていきたいと思います。いやこれひっくり返った音するのってさ、これバグなのかな。これてっきりなんかレア度の高いものがひっくり返ってるから見えないものだっていつも思ってたんだけど、なんかこれバグじゃないですかってコメントいただいてね、そうなのかなっていうね、今更ながらに感じております。まあ確かに3つひっくり返るのっておかしな話だもんね。バグなのかな。さあ今回こちらのマップかで、メンバーの方に目立つ服着たローリーちゃん、クローデット、メグちゃんとね、もうこれ女子部屋でございますこちら。さあどっち、あ来たねクローデット、ラッキークローデット。さてあ向こうにもクローデットいるな。あれ違う、メグちゃんだ。クローデット しくったねこれ。ちょっと私こっちの方行こう。やばいかなこんな近くの発電機直すのも。だがしかし少しほんの少しでメーターを貯めていきたい。来るのかな殺人鬼。どうかな、やっぱやばいな。ちょっと向こう行こうか。こちらちょろっとだけいじりつつこちらのルートに私抜けましょう。あ、来た、うちらにいる私かよ。いや見られてなるものかって感じ、もう殺人鬼。いや今貯めてるわけでしょこれ、ワンパンタイムに向けて少しずつゲージを。あんなんね距離取って貯めさせないわ私。そこ走ってくわ。いやいやこれでもやばいな。ブギーマンもね2回ぐらいワンパンタイムをね見逃せばやばい来てんだよ。痛い真後ろにいたのかな。いやこれ切られちゃったらやばいんだよ。ワンパンタイムではないけど切られてしまったと。かといってねブギーマンに板の前でね待つのは結構厳しいところだから、こちらからくるくるといったかな。ここの中っちょろのところでちょっと回復。いやまだねレベル1状態だから全然ね心音がしない。うんにゃんこちゃんマークもね効かない感じとなっております。あらこれ完全に負けたのかしら。治療が終わる。よし OK、 何事もなかったかのようにねもう一度仕事に戻りましょう。こちらのルート、あーそこに発電機。あっちで誰か切られたようだね。向こうの方に逃げてんのかな。こっち来るのも時間の問題だから。あ宝箱やん、マジか。やったね宝箱、ラッキー。あっちの奥の方だね。生存者かな。切られてるもんね今一人。さあツールボックスいただきだぜ。ツールボックスうまうまや。とりあえず、向こうにいるのであればこちらの方が安全だと思うから、まあここの発電機少しでもちょっとこれいじり倒したい。大丈夫。うんにしてもまだまだレベル上がった、うん、やっとメーターが溜まったようだね。ちょっとびっくりしちゃうなこれ本当に。大丈夫かっつってこれ隠れちゃう。あれ生存者、あらら他の生存者かしら。誰かクローデットか、あのクローデットか。じゃあメグちゃんかローリーちゃんのどっちかが切られたっぽいけども大丈夫だといいな。メグちゃんも自己治療パック持ってるね。メグちゃんだといいんだけど、まあ皆さんもねこの動画を見てくれている方ねデッドバイデイライトやってる方多いかもしれないんだけど、自己治療パークのティーチブルパークを取るためにはクローデとねレベル40まで必要だと、うん、なのでね自己治療パークどうしても他のキャラで取りたいよっていう方はねクローデとで根気よくねレベル40まで上げてみてください。そしたら他のキャラクターでもね取れるようになりますので。いや私もほんと苦労した。メグちゃんのスプリングバーストだったかな、足が速くなるパークとこのクローデットのね自己治療パーク取るのでも結構ねポイントを使いました、うんまあ、メグちゃんの場合足が速くなるパークに関してはレベル35か。あれもう一人切られたね。どっかで見つかった。でもなかなかワンパンタイムまで持っていかないんだね。なのでこのメグちゃんの足が速いのと自己治療パークを合わせたいっていう方はね、このレベル35メグちゃんとレベル40クローデと、こちらをこう目指していただけたらね幸いでございます。まあメグちゃんもね自己治療パークがないから、まあ、ゆくゆくちょっとね余裕が出てきたらメグちゃんプレステージしてもう一回ちょっとねレベル上げて自己治療足早いパンやってまった。これ来たな来たな、こっち来てるわこっち来てんだよやべやべやべ、見られてるか、見られてるわな、見られてるわな、そらやばいよな、見てんだ見てんだ見てんだ、おい1000ポイントいただきやで、こっちから。いやあれねメーター貯めてんだろうな、怖い怖い、何話してたか忘れちゃったよ、もう焦りすぎちゃって。こっち行こうこっち行こう、見られてはないけどもここ見られてる、足跡が多分分かるんだろうなやべやべ、ワンパンタイム来た、ワンパン、いた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 、くそ惜しかった、迷いが生じなければ板当てられたかもしれんな。やってしまった感半端ないけど、ちょっとどこら辺に吊るされてしまうかな、私引っかかってんなこの殺人鬼、ちょろちょろとこれ私がね抵抗するもんだから。こっちの方、あ、だいぶうなってる、発電機が寸止めぐらいまで持ってってるのかな。私ここにねプラリンとかけられると、まあワンパンタイムだから強気に出るだろうね。お、近くいるじゃん、メグちゃんかな、あのシルエットなんかミサミっぽいようなシルエットがね。いやでもこの時間ね近づくのはほんと危険だったりするから、ちょっとん、あ、マジか、助けに来てくれたメグちゃん、ありがとうありがとう、やっぱ優しいよメグちゃんは、ありがとな、私もメグちゃん大好きや。うん、自己治療パークがあったらできればメグちゃんをねずっと使っていきたいところなんだが、よしワンパンタイム終了した。さあ今のうちに心優しいメグちゃんにね助けてもらった、やべ、もらったからにはもうこれ頑張らんといかん、ミスったけども、だがしかしこれね私も頑張らさせていただきます。もうミスらないかな、大丈夫かな、よしピンポイント OK。 どこら辺で、あ、宝箱やん、2個目開けちゃう、これちょっとこちら開けさせていただいてと、最近はね救急キットだった場合は、まあ、他の生存者怪我した時用にね置いてったりするんだけど、何かな、フラッシュライトか、まあ、ツールボックスかな、うん、こちらに変えてと。お、マジか、もう今回はあれだね、両端結構両側なんだね、離れてるタイプか。次レベル、またレベル3上がりそうだけど殺人鬼ちょっと時間かかるかな、だったら生存者が脱出する方が早いのかもしれない。ちょろっとだけいじって、あちら目指しましょうか、うん、さっき吊るされてしまった方。さあ殺人鬼はいないっぽいな、こっちの方まだ遠いからかな、いや結構、あ、いるんだ、こっちにいるのか、そうね、ちょっと離れよう、向こうが安全。いやいやでも来てんだな、こっち来てんだな殺人鬼、ここらへんどうかな、向こう空いてるか、 OK、 あっちが空いて安全だと。まあ逆側に張ってたもんね殺人鬼、ちょっとニファゲフックとか、あ、非常脱出口やんここ、マジか。いやいやでもな、向こうちょっとくるくるっと回ってみる、1人脱出か、うん、まあ向こう側ももう空いてんのかも、2人脱出、ちょっと入っとこうかな、ここに非常脱出口から脱出できるかも。さあもう1人が脱出したら私これパンとね非常脱出口から脱出したいんだが、なんかにゃんこちゃんピカってなったな、こっちちょっと見てた殺人鬼、あ、肉フックがあんなところ、いやでも怖いんだよな、音出ちゃうから。あ、来てる、こっち来てる、生存者は、いやあそこにいるんだな、戻ってきたようだ、気づかれちゃう、大丈夫か、あれ、あっちの方なんか動いてたな、あれが生存者か、いや殺人鬼か、あっちがなかなか、ブギーマンあっち側にいたのか、生存者がねなかなか脱出しない。あ、このニカゲ服も壊れてんだ、あれ誰かじゃあサボタージュのパーク持ってたのかな。なかなかこれ脱出してくれない、まあ、お互いせめぎ合ってる感じ。あ、脱出した。ダウンして脱出か。待てたようだね、殺人鬼が来るの。さあじゃあ私ここ非常脱出口からパパンと脱出。はい、ということでね、なんとかエスケープいたしました。いやー、途中死んだかなと思ったけど、めぐちゃんのおかげでね助かりました。めぐちゃんありがとう。本当に優しいめぐちゃんだった、ありがとう。さて、今回のポイント、まあ私がね吊るされたりしてたもんだからあれだけど、14000ポイントか。はい、そしてねツールボックスいただきました。ありがとうございます。いやー美味しかったね、ツールボックスは。今回はこういう感じか。だいぶレベルがばらついてる。いや、殺人鬼が一番サバイバルランク高かったんだね。まあ、パークが全然持ってなかったおかげだったのかなという感じでございます。はい、さあそれではお楽しみアップグレードタイムいってみましょう。レベル40ね。もうちょっとなんだよね。あと1レベルぐらいで、やっとね、ティーチブルパークがね、出るので、私ね、コツコツとこれ、クローデと育てております。さあ、ツールボックスもちょっと外してしまってと。いやーもうほんのちょっとなんだよね、これもう。ここを全部取ったら、レベル40か。まあこのクローデとねコツコツとティーチブルパークに向けてね進めていきたいと思います。まあなんてたって最近追加された、まあ、ローリーちゃん、あとねニヤちゃんも育てたいな。ティーチブルパークとスプリングバースト、足が速いのと自己治療、まあこれをねどのキャラでもつけれれば相当強いのではないでしょうか。はい、ということでね、まあこれからもねコツコツデッドバイデイライトを楽しんでいただけたらと思います。はい。それではまた次回。ゆずきしろでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は、下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。